はい、皆様こんにちは、なりわでございます。本日は、先日ね、ライブの時に私100円ショップの方に行くということで、行ってまいりまして、購入してきました。ダイソーさんの方で、購入をたくさんしてきました。それは、今度ね、来月ある催し物がありますよね。その時に私がやりたいと思っている、もので、ちょうどいいものがありましたので、さっとだけ、あまり詳しくお見せはできませんが、さっとお見せしたいと思いますね。もうね、何か絶対にお分かりになると思いますが、まず、モールですね。モールを、2色買ってまいりました。中身はあまりお見せできません。でないと楽しみが減ると思いますので、ちらっとだけでございます。なのでわざとこういったビニール袋に入れております。こちら、これもその時に使うものでございますね。それと、私が、変身するにはなくてはならないものでございますね。今回こちらを購入してまいりました。似合うかどうかはその時のお楽しみということでございますね。ね、金髪ですよ今回は。もうね、ここまで申し上げれば何をするか皆様お分かりですよね。ね、今年もちょっとね、挑戦してみたいと思いまして、購入をしてきました。そしてその時にお部屋の中をちょっと飾りたいと思いまして、こちらをお見せしたらもう一発でわかるんですが、あえてわからない商品紹介でございます。それはね、なぜかと申しますと、その時に皆様にね、楽しみにしていただきたいからでございます。それとこちらでございます。こちらこんなものでございます。わかりますよね。なので、今日ね、さまざまな、商品を購入してまいりましたけれど、こういったものを使って、ね、来月のあの日ですよ、あの日に私が、ちょっとね、またいろいろと、頑張って、ね、楽しい動画を撮りたいと思います。ということで本日は何点でしょう、1、2、3、4、5、6点、6点、ダイソーさんで、購入してきた、商品をご紹介いたしました。中身のわからない紹介でございました。ね、普通はね、出して、こういったものですよと説明すると思いますが、あえて、さらっとだけしか、一応ね、視聴者様の方からね、何を買ったか教えてくださいとおっしゃってて、はい、わかりました、紹介しますねって申し上げてたので、動画にあげますねって言ってたので、とりあえず撮らせていただきましたが、中身は、ちらっとだけでも、それだけで皆さんもうお分かりですよね。なので、楽しみにその日をお待ちくださいませ。今からね、どうしようかと、私自身は本当にもうドキドキでございますよ。ね、去年はなんとかあれでなりましたけれど、あれですね、今年は一体どんな風になるんでしょうか。でも、本当に、ね、違ったイメージを考えていたんですね。全く違う、ですけど、せっかくなので、いやでもこっちの方がやはりその時らしいのかなと思いまして、ダイソーさんに行きます。すごいですね、今ね、中にはね、100円でないものもございますよ。特にウィッグなんかは、500円しましたけれど、こちらはいくらだったのかな、こちらもね、150円、あとは100円でございましたね。なのでクオリティのちょっといいものは、100円ではないものもございますけれど、それにしたってすごいですよね。なので、今回ね、その日が来ましたら皆様頑張って、ね、お見せしたいと思います。楽しみ、どうぞ楽しみにお待ちくださいませ。ということで、本日はダイソーさんで、購入してきた
商品のご紹介でございました。よくわからない紹介でございましたが、ではなりわでございました。